どうも、望月です。今日は宇治駅に来ています。めっちゃ地元。そう、結構地元なんですけど、地元すぎて来たことなかった場所です。そういうとこありますよね。今日はですね、そんな宇治駅周辺をブラブラしながら抹茶の何かも食べたいなって感じです。宇治といえば抹茶ですからね。ということで行きましょう。さて、宇治旅始まりました。京都府宇治市は京都でいうところのここら辺。宇治は京都府で言ったら南東あたりに位置しています。かの有名な十円玉の絵柄、世界遺産平等院の鳳凰堂がある場所で、山も近く自然豊かな風情のある町です。今回ですね、全速で1ヶ月くらいダウンした後で実質リハビリ旅なんですよね。だから無茶せずに楽しんできます。まずは平等院に向かいながら町の風景を楽しんでたんですけど、さすがに人が多すぎましたね。あんまり映せないということでカットします。こっちかな。人が多いし多分こっち。住宅街の中には抹茶のカフェの看板があって、こういうのを見ると観光地だなって感じがしますね。思った以上に住宅街の中にあって、道中ずっと住宅街だったので来る方向間違えたかなって感じはありますね。それも楽しかったんですけどね。ということで、それっぽいとこに着きました。平日なのに人が多い。ほとんどモザイクですね。とりあえず平等院前まで着いたし、スタバですね。いや仕方ないじゃないですか。うちらしいとこ行った方がいいかなって思うけど、見えちゃったんですよ。仕方ないですよね。これ最近ハマってるんですけど、イングリッシュベイクファーストのティーで、これめっちゃ美味しいから、スタバ行ったら飲んでみて。名前かっこいいしね。さて、腹ごしらえしたんで、いざ平等院。案内のお姉さんがすごく丁寧に案内してくれたんですけど、盗聴みたいになりそうだったので動画にはしないでおきます。簡単に説明すると、博物館は自由に入れるんですけど、鳳凰堂の内部拝観だけ別途料金が300円必要みたいです。橋の前でチケットを買えるらしいんですけど、予約制みたいなので注意してくださいとのことでした。ちなみに平等院の入場料は大人1人700円でした。少し歩いたら見えてきました、鳳凰堂の横側。宮島にこういうのあったな。晴れてたらもっと綺麗だっただろうね。人いっぱいだし、大さん大さん。望月は人混みが苦手です。この後平等院内をぐるって回って、最後に宝生館っていうミュージアムに入ったんですけど、中は撮影 NG なので、なんとなく概要と感想を伝えます。中はシェルターみたいな通路を進んでいくので、秘密基地みたいでテンション上がってましたね。こういう展示場って結構こじんまりしてるイメージがあるんですけど、さすが世界遺産なだけあって、かなり気合入ってるなって感じでした。こういうミュージアムって飛ばしがちなんですけど、今回思った以上に見応えがあって楽しかったですね。平等院全体の感想なんですけど、1時間くらいで回れるので程よい広さでちょうど良かった感がありますね。総じてしっかり楽しめる場所でした。平等院満喫したので宇治川の方に向かっています。一箇所行きたい場所あるんですよね。
この宇治川沿いに大宝湾っていう茶室で抹茶を立てたり和菓子を食べれるところがあるらしいんですよ。ここです。1000円、安い。気軽に入っていいみたいなので入ります。学生で無理でした。なんてこった、当日予約なしの予約制でした。悲しい。なんでちゃんと調べないのかな。気を取り直して宇治公園に向かいます。茶そばのお店が結構ありましたね。そばいいよね。そばアレルギーですけど。京都には結構あるけど、四川プラス赤い建造物は本当に綺麗ですよね。もうなんていうか映えますよね。こっそりね手振ったんですよ。船に返してくれなかったですね。全然、あと全然、見えなくなってる。なんで？この石の塔は日本で一番大きい石の塔らしいです。ただ私は他の塔を見たことないので最小でもありますけどね。何の石柱か見たかったんですけど全然読めなかったです。さっきの看板に書いてたんですけど、ダムがちょうど放水のタイミングでした。放水 ASMR です。どうぞ。岐阜の長良川とかで有名な鵜飼っていう漁があるんですけど、宇治でもその文化がありまして、公園に海魚の飼育小屋がありました。ちなみに野生の海魚は茨城から連れてきてるみたいです。茨城県人で京都人。ここもうちといえばって感じの場所ですね。アニメとかドラマでもよく舞台になるみたいです。さすが、めちゃくちゃ綺麗です。山も近くて空気も美味しい。さて橋を渡った後、そろそろ抹茶を食べたいなって思ってたんですよね。それで辺りを見渡してたら、お店の看板らしいものが見えてきまして、ちょうどいいのでこちらで休憩することにします。福寿園さん、ウェルカムドリンクで玉露が出てきました。これが玉露かって感じでしたね。なんか健康に良さそうって感じ。甘苦いって感じなのかな。団子も甘くないんですけど、でもきな粉はすごく甘くて、きな粉団子にしたら最高に美味しかったです。いや、ちょうどいい甘さだったな。抹茶はですね、本物の抹茶って苦いんだなって感じでした。コクがあるし、ちゃんとした抹茶って久しぶりに食べたかも。私はミルクとかで割ってもうちょっと甘い方が好きですけどね。でも団子と合わせたらちょうどいいバランスだなって感じでした。完食、ごちそうさまでした。さてどうしようかな。夕焼けの宇治橋とか見たいなって思ってたんですけど、時間がまだ、時間があと1時間くらいあるんですよね。よし、山行きましょうか。最近山があれば登ってる気がします。なぜ山に登るのか、そこに山があるからとはよく言ったもので、特に理由もなく登りたいって思うようになってきましたね。さっきの福寿園さんのところに看板がありまして、この先に宇治神神社と大吉山というハイキングルートがあるらしいです。この宇治神神社も世界遺産らしいです。山のふもとにあってかなり風格のある感じでした。一通りお参りをして着きました。山です。夜間の登山は危険です。ご遠慮ください。広げよう森への感謝を。感謝します。山ってなんて登りたくなるんだろうな。私ちゃんと13分かかってるんだ。
道がくねくねになってて、地元の人に愛されるちょうどいい散歩コースみたいです。ひたすらにこういう道を何往復もして登っていきます。あと宇治って言ったらアニメ響けユーフォニアムの聖地らしいですね。それもあって宇治市の公式ホームページに京アニが作った宇治の PR 動画がありますので、あれぜひ見てみてください。あれ見たら絶対宇治行きたくなりますよ。私は後から見たんですけどね。着いた。やっぱ山の上の景色っていいよね。満足だ。これだけで満足だ。地元のおばあちゃん二人がベンチで話してたんですけど、今が一番いいって言ってるのを聞いて、ああなんかいいなって思ってました。大体若い時は良かったっていうイメージだから、そういう年の取り方したいなとか思ってましたね。これ以上は下りだね。頂上だ。 1300m。 いやお疲れさん。時間もちょうどいいかもだしおります。めっちゃいいくらいの気温で気持ちよかったですね。温度計があったんですけど、それ見たら21度でした。めっちゃ気持ちよかった。雨降ってきた。夕暮れまであと30分くらいだったと思うんですけど、雨が降ってきちゃいました。夕日の打ち橋撮りたかったんですけど、さすがに今回はダメそうですね。残念。でもまあまた来ればいいだけの話ですからね。近いですし、今回1ヶ月近く席で活動できなかったし、旅もできなかったから体力もかなり落ちてたんですよね。すごくいいリハビリ旅になりました。いや、やっぱ旅はいいですね。皆さんも無事で不正を感じてみてくださいね。ここまでご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい。